今就活中です。現在内定ゼロです。小さい頃から一般家庭に育ったら高校大学通って正社員として社会人にならなければいけないという考えが自分にあってすごくプレッシャーなのですが、ラズレザーさんは正社員にならなければならないと思いますか？またフリーターをどう思いますか？どっちもお金をもらってる、働いてお金をもらってる人たちだと思います。どっちだからっていうのは全然ないです。ただ、その会社の中の立場が違うとは思います。福利厚生であったりとか全然差はあったりするものだと思います。泣いてないのは大変ですね。でも正社員、この質問するとかやっぱ正社員になりたいってことなんですね。フリーターよりは正社員の方がいいだろうなって思ってそうなので、いや、ご分を祈っております。希望の会社で正社員になれたらいいな、いいんでしょうね。でもフリーターをどうこうは全く何とも思いません。若い花のうちに遊んでおかないと後悔するよなど、人生の先を生きた人が若い頃を振り返って口にするアドバイスに弱いです。今の自分は遊ばなくていいと思ってても、確かに年取ったら後悔するかもしれないからです。年を取って後から悔いるかもしれないことに直面したらどう考えますか？いや、若い頃遊んどいた方がやっぱりね、いいと思います。若い頃の方がバイタリティがあるのでたくさん遊びます。ただ全然今は努力して年取ってからその分取り返すように遊ぶっていうのも全然ありだと思います。どちらも別に同じ量遊べる、結局限界まで、今の年齢のキャパ限界まで遊べるんだったらどっちでも多分いいと思います。年齢相応の楽しみ方があるので、若いうちに遊んでそれが後に引くようなことになるんだったらそれは遊ばないに越したことないです。プラスになる遊びっていうのはでもどうやらあるようなので、それはやっといた方がいいと思います。ただ遊ぶんだったら別にやる必要はないです。社会人になってから10年ほど経ちますが、気づけば学生時代の友達とほとんど縁が薄くなってしまいました。職場で周囲の人と話す程度の日々です。距離感の近い友達がいればいいなと思う時ありますが、どうしたらいいでしょうか？職場の人と距離を近づけるのがいいんじゃないですかね。会う機会が多い人と仲いい方が人生幸せなので、なかなか会えない人と仲いいっていうのはね、結局学生時代みたいに縁が薄くなっちゃうので、単純に友達を増やしたいんだったら会う機会が多い人と仲良くなってください。息子が全く実家に帰ってません。勝さんは実家に帰る機会ありますか？私もね、全然実家帰んないんですよ。実家が近いとね、全然帰る気にならなくなっちゃうんですけど、もちろん会いたいと親御さんだったら思うと思うんですが、多めに見てやってください。若者はね、目の前の娯楽にどうしても飛びついてしまうんです。許してやってください。少なくともあなたのことを、親御さんのことを忘れてるわけじゃないので。高2男子帰宅部です。バイト探し中なのですが、おすすめのバイトありますか？どれぐらい欲しいのかな？基本的に割に合わない仕事ですよ。高校生に振る仕事なんて。だから稼ぐのは難しいと思います。テレアポとか得意だったら、まあ、高校生だと一番稼げるかな。稼ぎたいんだったら、まあ、もっと別の方法した方が、バイトじゃないことをした方が僕はいいと思います。バイトってのはやっぱ時間で自分を一番安く売ってしまう方法なので。あったらいいな、作るとしたらと思うテレビ番組は、芸人仲間、同期ぐらいの仲いい芸人さんたちとクイズ番組をやりたいですね。やっぱクイズ番組は単純に得意だし好きなので、自分で作った何の意味もないクイズいっぱい出したいですね。最近作ったクイズで、屋根の部分の切り抜いた写真だけ見せて、この屋根は世界遺産のお城かラブホテルかって当てるクイズがあるんですけど、これ結構面白いんですよね。マジでむずいんですけど、あんま出す機会がないんでね、これそういうクイズ番組はやりたいですね。全然そんな話なんか来ないですけど、やれたらいいですね。クイズ番組でご活躍されておりますが、カズレーザーさんから見て、いや本当この人には負けると思う知識豊富な方はいらっしゃいますか？いるとすれば誰ですか？いや、いますけど、本当に知識豊富な人ってクイズ番組なんかには出ないので、あんま負けることないですね。本当に頭いい人はクイズやんないです。同年代の同性の仕事での活躍を見聞きすると、自分は到底かなわないと劣等感で苦しくなります。すごいな、私は同じことはできないけど自分にできることを頑張ろうと意識的に思って自分を奮い立たせています。どんな人や状況に劣等感を感じますか？どう対処していますか？教えていただけたら嬉しいです。あんま感じなくなりましたね、劣等感。子供の頃に伝記とか読むじゃないですか、偉人の。あれってすごい人がいるんだなとかじゃなくて、本当はうわー、この人こんな若い時にもうこんな業績残してるんだみたいな劣等感の体制を高めるために本当は読んだ方がいいかもしれないですね。なんだろうね、同年代の人がやってるから自分もできるっていう前提があるということなんですかね。多分同年代の人がやってることの大半は自分はできないんですよね。もしかまあできる能力とは素養はあったりするんですけど、素養だけではどうにもならないっていうのもあるので、人は人、自分は自分、その人にはなれないって思うのがいいと思います。
それを認めないとずっと劣等感抱えたまま生きると思うんですが、しんどいと思います。でもまあ意識的に奮い立たせてるんだったら、その劣等感プラスになってるのかな。結局今すんごくしんどくないんだったら、その生活の仕方がいいと思いますけどね。20代女性です。周りの同級生がカフェ行ったり、いろいろ出かけておしゃれで、私だけ置いていかれている気持ちになってしまいます。どうしたら大人になれますか。文章つながってる。大人は別にカフェ行ったりおしゃれするものではないです。むしろ子供っぽいですけどね、その同級生の方が。どうしたら大人になりますかってどういうこと。同級生がカフェ行ったりおしゃれしてることを気にしなくなったら大人になったってことなんじゃないでしょうか。カフェ行ったりおしゃれしてることが進んでるってわけじゃないので、ただ時間の浪費の一種類でしかないので、はい、別にそこは大人とは関係ないと思います。最近ハマれるものがなくて困っています。だらだらと人生を過ごすのも好きなのですが、何か一つのものに熱中したいです。おすすめのものはありますか。ルービックキューブとかああいうのでもダメなんですかね。だらだら人生過ごすのも好きなのにハマりたいんだ。許される限り昨日と全く同じ生活を続けてみたらどうですかね。そしたらその生活にハマれるのかな。ちょっと試してほしいですね。仕事がかったるいです。わかる。私しかできない業務があり、気になること、その業務の人材育成について上司に相談しても丸投げで取り合ってくれません。仕事は好きだし人間関係もいいですが、プライベートの時間がなくなり仕事的に頼れる人がいないという点で、このまま違和感を持ちながら仕事を続けてもいいものかと悩んでいます。この方しかできない業務があるんだったら、もっと横柄な態度に出た方がいいんじゃないでしょうか。上司に相談しても丸投げ取り合ってくれませんだから、サボったらいいんじゃないですかね。そしたら困るのは上司と下の周りの人なので、もっとマウント取れまくって優位に動いた方がいいと思います。怒りの沸点が低くて困っています。他人に対してすぐイラつくしカッとなってしまいます。私の知人で怒っても仕方がないというスタンスで全く怒らない人もいますが、私はそれができません。そういう性格なので仕方がないと半ば諦めていますが、何か改善策はありますでしょうか。マジで意味わかんないぐらいちっちゃいことで怒ってるんだったら何とかした方がいいと思うんですけど、別に怒ることそんな悪いことではないので、僕はあんま怒んない方なんですけど、だからといって怒ってる人見ても、ああ恥ずかしいなと思いますけど、みっともねえなと思うんですけど、まあ怒る理由も分かったりするので、全く怒んなくてしんどい生活するよりは、別に怒ってストレス解消できるんだったら怒ってもいいんじゃないですかね。まあ、その分周りからの評価がどうかなるか分かりませんけども、怒らせる原因があるんだとしたら、その原因を作った人の方が悪いので、怒った時にその理屈を頭の中で一回整理できて、それでも怒った方がいいと思うなら怒ったらいいんじゃないでしょうか。気になる人が2人います。どちらか1人に決めるべきですか。日本は重婚が認められてないんで、結婚するってなったらどっちかに決めた方がいいと思いますね。それ以外の時は別に、そんな決めなくてもいいと思いますよ。カズレーザーさん的必読書ありますでしょうか。できれば小説ジャンルで教えていただきたいです。大半の小説って娯楽なんで必読ってことはないと思います。このゲームやんないなんて人生半分損してるよみたいなのと同じことなんで、しかも小説やっぱ好き嫌いが多いので、必読の本ってなかなかないですね。教養として昔から名著って言われてるものを読んどいて、ああ大したことねえなって思うのはいいかもしれませんね。最近どうしても欲しい服、欲しいカバンがあるのですが、ネット通販なのでなんか怖くて買えません。いいですね。いい悩みですね。わかります。俺も服はやっぱね、サイズが全然合わないことが多いので、やっぱ買えないですね。いや服はね、実際にやっぱ着たくなるよね。でもどうだろう、一時はファストファッションが主流になったからネット通販でもよかったけど、なんかもうそういうんじゃなくなるでしょ。ある程度いい服をみんな着るっていうのが主流になるなんていう記事最近読みましたけど、まあ、僕洋服とかファッションほとんど興味ないんでちょっと分かんないですけど、あんまネットで買わなくてもいいじゃないですか。俺もネットでは買わないですね。せっかくいい服買うならやっぱちゃんと判断したいし、まあ今はねなかなか買い物行けない状況があったりすると思うんですけど、やっぱりこだわって買った方がいいと思います。いろいろあって全日制の高校を辞めて通信制の高校に通うことになりました。通信制の高校では実践が大切だと言われたのですが、1日の勉強の予定はどのように組んだらいいと思いますか。うわーすげー大変じゃん。どうなんだろう、燃え尽き症候群になるからあんまり推奨されないんですけど、ひたすら勉強して1回燃え尽きた方がいいんじゃないかなと思いますね。通うことになりましたっていうことは、通いってそんなにまだ期間経ってないですよね。多分ある程度今モチベーション高いと思うんですよ。モチベーション高いうちに1回燃え尽きるまでやった方が僕はいいと思いますね。先に計画決めてしまうと、実は計画通り進めるのが苦手だったってなった時取り返しがつかないので、
勉強へのやる気を出すにはどうしたらいいでしょうか。いや、でもやる気は多分あなたあると思います。勉強どうしたらいいんだろうって悩んでる時点で多分勉強しなきゃいけないっていうベースの考え方が持ってるはずなので、今ただ机に向かってるかどうかだけなんですよ。とりあえずこの携帯を置いて SNS 全部消して勉強に向かえば、多分あなたは相当勉強できるので、看護実習が辛いです、応援メッセージをください。いや、辛くても頑張ってください。今後 私も多分お世話になる可能性もあるので、はい、頑張ってください。国語が苦手で解くのが遅いので、模試やテストで制限時間が残り少なくなり、周りが解き終わってシーンとしているときに私だけペン音の走る音や問題用紙をめくる音が響くと、なんだか目立った気がして恥ずかしくて焦ってしまいます。周りを気にならないようにするにはどうしたらいいですか。そんなん恥ずかしいと思う？誰も気にしてねえだろう。いいじゃん、最後まで真剣に集中力が持つんだから。立派なもんですよ。最後まで気抜かずにやってください。合計200点のテストで110点を取っている人でも、今から頑張ったら偏差値64の高校に行けますか。もともと頭はいいと友達に言われてます。何のテストで200点満点の中で110点取ったか伝えられないってのは、多分今偏差値64にはちょっと遠いんじゃないかな。ちょっともう少し頑張らないとダメかもしれません。もともと頭はいいっていうのは、はい、友達はみんなそう言います。ちょっともう少し頑張らないと難しいかもしれません。カズレーザーさん、こんにちは。カズレーザーさんのこの人いいなと思うポイントを教えていただきたいです。私は自分の趣味を生き生きと楽しんでいる方や、自分とは違った感性を持っている人にいいなと憧れます。僕はですね、口数が少なくてでも金払いのいい大人が好きです。自分の話をあんましないのに最後おごってくれる、そういう人が一番いいですね。高校時代、人間関係とか進路とかで深く悩んだことありますか。どうやって乗り越えましたか。いや、全然悩んでないんで、ちょっと乗り越えたことがないです。怒っているつもりがないのに、そんなに怒らないでよと言われちまいます。友達を襲うと言われますが少ないです、うん、自分の思っている自分と他の人から見えてくる自分の差を感じるので、人と話した後や友達と遊んだ後などに楽しかったかなと言い過ぎてないかなと不安になります。どうしてこのギャップが生まれるんでしょうか。自意識と対意識の違いなんだと思いますけど、常にね、自分の顔が見えてるわけじゃないから、まあギャップは生まれると思いますよ。動画が気分転換と癒しになってます。質問ですが、老化に対してどう思われますか。私は動画のため実年齢より若く見られやすく調子に乗っていましたが、最近では体の不調で病院へ行くと老化ですねばかりで、アラフォーの現実を突きつけられています。それでも老化に抗いたいのですが、なるべくお金をかけずアンチエイジングする方法ばかり考えています。アンチエイジングについてどう思われるか知りたいです。やっぱり本当に技術が進歩しているので、アンチエイジング効果あるやつ、一昔前はね、本当詐欺まがいだったんですけど、もちろん詐欺まがいのものも同じぐらい数あるんですけど、効果のあるやつはそれより増えてるなって最近感じます。アンチエイジングできるならした方がいいです。ただなるべく金をかけずっていうのは本当に効果ないやつが多いので、金をかけないかけたくないって思っている人を狙ってる詐欺の方が多いので、ほぼ同じ成分だったりするんですけど、高いものの方が信頼感があります。まあほんま変わんないんだけどね。老化には抗いたいなら湯水のごとく金かけてほしいですけど、まあそれは難しいと思うので、でも美容インフルエンサーの人ね、本当にマジで根拠ないことを言う人もいるので、ちょっとそこは気をつけてほしいですね。でもなるべくお金をかけずっていうので、本当にただ同然のやつはゼロ同然の効果しかないので、ちょっとお金かかるっていうのは覚悟した方がいいと思います。親に感謝することが人間的にも成長したかのような風潮がありますが、どんな親にも当てはまりますか。いや、もちろん当てはまんないって言ってほしいんでしょうけど、当てはまんないですよ。そりゃそうでしょう。親に感謝することが人間的にも成長したかのような風潮があるんだ。感謝してもしなくてもいいと思いますよ。いつも赤い服を着ていらっしゃいますが、好きなデザイン、気に入らないデザインなどあるでしょうか。赤も濃淡ありますが、どんな赤色が好きですか。またどこまでの赤の部類に入りますか。いや、別に何でもいいですね。こだわりはマジでないです。10月で30歳になるんですが、未だに実家暮らしでこの周り同士の仲良く暮らし、婚期も遅れ、恋人はいないけど片思いしつつ韓国語の勉強をしながら仕事だけして年月が過ぎていくのかなと人生への焦りを感じています。一人暮らししたことがなくても自立していなくてもお嫁に行けるのでしょうか。マッチングアプリにいっぱい登録して片っ端からコンタクト取れば簡単にお嫁には行けると思います。自立してるしてないと結婚できるできないは関係ないですね。結婚ってのはただの制度なので。はじめまして。カズレーザーが以前
もうすごい呼び捨てで書いてくれてありがとうございます。カズレーザーが以前スティーブ・ジョブズがいなくなってもアップルって成績を伸ばしているということを話されていて、今まで自分が辞めたり周りに迷惑をかけるんじゃないかと思っていましたが、自分がさらに働きやすい環境に行くために転職活動をしています。最終面接まで一社進んでいるんですが、最終面接のカズレーザーさんなりの攻略法という考え方がありましたら教えていただきたいです。そんなに少人数の募集なのかな。あ、まあそっか、中途採用はね、それもあるか、新卒じゃなければね。いや、もうでも最終まで行ってんだったらもう攻略法とかないですよ。一体多数、自分より多い目があることがね大半なんで、そこは作ったもので切り抜けられるもんじゃないです。ね、これね、ジョブズいなくなってもアップルって成績伸ばしてるっていうのがなんかいろんなところで転載されたりしてるんですけど、これはあの場で言ったことであって、全員に向かって俺喋ってないです。基本的に言葉は全員に向けて喋ってないです。まあ都合よく解釈してくれれば一番いいんですけど、あなたに対して言ってないのに全然俺に当てはまんねえじゃないかみたいなことを言う人がいるんですけど、ちょっともうちょっと落ち着いて生きてください。私の周りには苦手な上司や先輩がいます。生きていく上で苦手だと感じていても、一緒に生活したら働かなくてはならない場面は多々ありますが、メンタルの弱い私はそのような関係が余計にストレスに感じてしまいます。苦手な人たちと上手に付き合うにはどうすればよいでしょうか。苦手な人とどんだけ苦手だとしても一緒に働かなければいけない場面があるんですね。ってことは多分それは向こうも一緒なんですよね。向こうもこの質問されてるサンドウィッチさんと苦手だなと思ってても一緒にいなきゃいけない、多分同じようなストレスを感じてるんじゃないかなと思うんですよ。なので、まあ、メンタルが弱いんでしんどいかもしれないですけど、どうせ自分だけが嫌な思いしてるって思うんだったら、相手にも嫌な思いさせた方がいいと思います。その方がその時間楽しいんじゃないですかね。相手もね、多分嫌がると思うんですけど、でも相手もね、その一緒にいなきゃいけないっていう同じ縛りがある状況なので、嫌なことのやり合いをしてください。子供が一人います。私の身体的な理由もあり、二人目は難しいです。周りから一人っ子はかわいそう、わがままに育て二人目は作らないととやったら言われます。そう思いますか。また上記のようなことを言われても気に病まない方法を教えてください。一人っ子で十分じゃない、二人育てるの大変でしょう。どんなやつなの周り、一人っ子はかわいそうとか今時言うやつ。気にしなくていいんじゃない、気に病まない方法。その子と遊んでたら気にしなくなるでしょう。大学1年生です。春から大学が始まり、それに伴い一人暮らしを始めました。大学では課題、家では家事に毎日追われてしんどいです。ストレス解消などの良い解決策はありますか。課題解いてんのストレスか、楽しそうだけどな。いや、まあそれはね、人それぞれなんで、がむしゃらに運動するとかもまあまあ分かりやすい、ストレス解消にはなりますけど、筋トレとかはね、やっぱお金もかかんないし、本格的に器具を揃えない限りは部屋でやる分には全然お金かかんないでおすすめですけどね。下半身麻痺のため車椅子で生活しています。へえ。外出時などに周りの目がとても気になるんですが、気にしない方法などありますか。しばらくはリハビリとかしても、まあ、非生活が続くのであれば気にしないっていうのをどうですかね。車椅子以上に目立つパートをどっかに作るとかなんですかね。そうするとそっちの方が気になって周りの目にあんま意識いかなくなりますね。まあ、俺もちょっと周りの目を気にしたことないんで、ちょっと分かんないですね。自営業です。身の回りに日本は出る杭は打たれる国だと憤る個人事業主の方やベンチャー企業の方が何人かいるのですが、事業を行う土地としての日本についてどう思われますか。個人的にはこうして怒っている方々って打たれるような出方しているタイプの杭に思えるので、変にビッグマウスを吹き散らかさずにもっと息を潜めて虎視眈々とやればいいと思います。個人事業主ででも出る杭は打たれるって言われるぐらいだから、結局税金の関係じゃないですかね。それ以外別にこの方たちも日本に生まれて日本語使ってる以上は日本の方がやりやすいことは多いと思います。本当に海外にとってはすぐ海外行ってるし、海外で勝負できないだけの人なんじゃないかなと思いますね。日本は競争がそんな激しくないからやりやすいことの方が多いんじゃないかなと思います。まあ税金とかの話なのかな、売り上げとか。それ以外はあんまどこでやっても変わんねえんじゃねえかなと思いますね。小学2年の娘ですが、中学受験を考えています。低学年のうちにやっておくべきことはありますか。低学年のうちに、どの学年であっても受験を考えているなら過去問以外やることってないんじゃないかなと思いますね。2023年大学受験の高3です。ああ、そうですか、頑張ってください。ストレスや不安に落ち着くされそうになったとき、どのように乗り越えてきましたか。あんまりないんですよね、ストレス不安っていうのが。試験本番の緊張に打ち勝つためのアドバイスもいただきたいです。緊張とか、経験したことないプレッシャーに打ち勝つというのはなかなか難しいので、経験したことないプレッシャーとか不条理な状況
を体験しておくのがいいんじゃないですかね。なんかよく言うのがすっごいうるさいところとかで試験問題解いてみるとか、そういう自分ではどうしようもないプレッシャーを経験しておくと、そのストックがたくさんあれば不安とか緊張に打ち勝ちやすくなると思います。でもそんなことするんだったら普通に勉強しといた方がいいんじゃないかっていう話もあるんですよね。多分こういう悩みとかはあるのはしょうがないですけど、悩むくらいなら1問でも多く問題解いてください。で合格してください。頑張ってください。脱毛症でウィッグ生活になりました。なるまで1年近くかかりそうです。どんなウィッグにしますか？それともウィッグせずありのまま過ごしますか？いや絶対ウィッグした方がいいと思います。なかなかないじゃないですか、ウィッグするタイミング。ただなんか周りに理解してくれる人がいるといいですよね。脱毛症なんでウィッグしてるっていうのを、そしたら毎日違うウィッグとか楽しめると思いますけど。怒らない秘訣を教えてください。怒らないことですね。それ以外にはないですよね。これっていや本当になんかどうすればどうなるみたいな、多分まあ怒らないってスイッチを入れる方法を身につけた方がいいと思うんですよ。もうひたすら怒らないを1週間続けたら怒らなくなります、ね、このジャンルには怒らないっていうのを決めたら多分怒らなくはなるんですよ。俺はそうしてますね。ただ子育てしていてイライラしてしまうというのはやっぱこれまた別の問題なんでね、イライラをやっぱ解消してくれる信頼できる人を見つけるしかないですよね。上司に言われた通りにやっているのに怒られたり、なんでそんなことしてるのと言われたことが何回もあります。指示をされてしたことについてこのように言われイラッとしてしまったのですが、どのように考えると良いでしょうか。コスワード言葉、指示代名詞がめちゃめちゃ多いです。ちょっと文章が読みづらいです。こういうところじゃないですかね。これがなんか怒られる原因なんじゃないかなって今思いましたね。言われた通りやってる分には多分ね怒られないと思うので。同世代のものです。あ、そうですか。最近体を見るたびにほうれい線やシワが気になるようになり、年を取ったなとなんだか不安に感じます。自分の体が老いていくことについてどう考えていますか。もう怖くて仕方がないですね。毎日老いを感じます、まあ、どうやったって老いから逃れられないなと思いますね。でほうれい線とかシワとかがなくなったらねもちろんいいんですけど、なくなっても大して変わらないっていうのもなんとなく分かってるんで、なんかね本気になれないっていうのはありますね。夢ってどうやって作ればいいんですか。夢は別になくてもいいんじゃないかな。今どうですか、楽しくないですか。楽しいなら夢っていらないと思います。楽しくないなら夢を見た方がいいと思いますね。自分が ADHD と分かり毎日とても生きづらいです。どうしたら生きやすくなると思いますか。 ADHD だと分かったことは、お医者様の診断を受けたっていうことなんですかね、それとも自己診断なのか。もちろんお医者様の診断を受けたっていう前提で話すんですけど、そしたらこういうところで質問はしない方がいいと思いますね。僕の不用意な言葉とかこういうところに流れてる不用意な文章っていうのは結構自分のハートを痛めつける言葉が多いと思うので、なんか悩みがあったり心が疲れてらっしゃる方は自分に聞きなじみのいい言葉だけで身の回りを埋めるのがいいと思います。今は批判とかアドバイスを求めない方がいいと思いますね。新しく働き始めたところで資格持ちだからという期待が大きすぎて重いです。うまく聞き流すコツを教えてください。資格に即した仕事をしてそれに見合った給料がもらえるんだったらいいんじゃないですかね。しばらくすれば周りもあ、この資格って別に思ったほどでもなかったんだぐらいに気づいてくれると思います。はい、時間の問題です。大丈夫です。春から一人暮らしも始めたのですが、部屋の掃除が苦手です。こめに片付けなきゃいけないことは分かってるけど働けないです。面倒だなってことに取り組むことのモチベーションどうしてますか。面倒なことはしないです。掃除なんかしなくたって死にはしないんだから、お部屋になるまでなんかもうね、ゴミ屋敷になるまではしなくてもいいんじゃないかなと思います。でもうゴミ屋敷になる前に引っ越す、それでいいんじゃないでしょうか。子供の時から年を取ることが嫌で死ぬとどうなるかを考えるとすごく怖くなります。怖いですね。みんな少なからず恐怖心はあると思います。あります。毎日寝るときに怖くなったりしてしまいます。考えても答えが出ないことを毎日不安に思っているのがしんどいです。どうやってこの不安感をなくせばいいか考えても未だに解決策は見つかりません。僕も見つかりません。なので寝るとき怖いことを考えなくても済むようにヘトヘトになってから寝ます。よく眠れます。海外で仕事するならどんなことしますか。今のところ日本でやってるこの仕事がすごい楽しいんで同じことしたいなと思うんですけど、今の仕事は海外でね全部なくなっちゃうからやることないな。海外行ったら仕事したくないですね。自分はいつも何かを選択するときに全くやらないの0か完璧にこなす100の2択でしか行動できません。程よく手を抜いて物事をこなすにはどうすればよいでしょうか。はあ、この方がどういう方なのかやっぱ知らないんでこの文面ですか想像することはできないんですけど、サボる理由として
0100でしか2択でしか行動できないとか、やるときはやるとか、いろんな理由を作ってることが、まあ、多いです。そういうケースの方が多いです。多分手を抜く術は人間誰でも持ってるので、むしろ50の仕事なんか誰も求めてないし、そういう生クラな仕事が一番困るので、100出す機会を増やした方がいいと思います。本当に完璧にこなす100を出せるんだな、それは才能なので、いっぱいその才能を生かしてください。いろんなことに対して100で挑んだ方がいいと思います。やらない理由としての、ね、0100をみんな持ってきがちなので、特にまあちょっとの興味あることは100やった方がいいと思いますね。地元で知名度の高い企業に正社員で就職して働いています。福利厚生はしっかりしていると思いますが、ステータスだけで入ってしまい、毎日が苦痛で逃げ出したくなる日々です。私は正社員にこだわらず、動画編集やフリーライターとして活躍できるような人になりたいです。ですが親や家族は反対します。家族は大切なのですが、私は自分の人生このまま後悔したくないです。厳しい親ではありますが、好きなのでついつい家族の希望と自分の希望どちらを取るか、まあ、悩んでしまいます。どうすればいいでしょうか。で、正社員やりながら動画編集やフリーライターとして活躍している人はいっぱいいます。すぐに始めたらいいと思います。めちゃくちゃ忙しくて時間がないっていう人もいるんですけど、めちゃくちゃ忙しい正社員なのに動画編集やフリーライターしてる人いっぱいいます。本当に後悔したくないんだったら両方やって軌道に乗るまでやったらいいんじゃないでしょうか。ただどっちも続けるのがしんどいってなったら、その時もう一回選べばいいと思います。どうしても一人暮らしがしたいのですが、お金がなさすぎて生活するの精一杯で、一向にお金がたまらず、全然一人暮らしができそうな気がしません。一向にお金がたまらず、都内は高いんですけど、地方行ったら全然やりようはあると思うんですけどね。どこでどういう一人暮らしをしたいのかによりますね。理科の勉強方法を教えてください。理科っていうジャンルでいいんですかね。まだ生物とか化学とか物理とかまで行ってない、いわゆる理科っていうジャンルで言うなら、本当にただの暗記科目なので、昔ながらの一問一答的なやつで十分いいと思いますね。本当計算部分は月並みながら生理食塩水の濃度ぐらいしかないので、それがいいと思います。短時間の睡眠で睡眠の質を上げる方法を教えてください。長い時間寝ていても夜中に起きてしまう時があります。俺が知りたいぐらいです。俺も本当10時間ぐらい寝ないとダメなんで、だから長く寝るもんだと思って生きてますね。で、長く寝てもいいような生活ができるように目標に生きてます。その方がなんか余計なこと考えるより楽なので、いつも楽しく拝見しています。一番効果のある少子化対策って何だと思いますか。手厚い保護とか支援っていうことになるんでしょうね。分かりやすいので言うと、少子化を止めるわけだから、子供を作りやすい状況、子供を作りたくなる状況っていうことが一番大事なんじゃないですかね。あ、なんか行きたい学部があるけど親御さんからはなんか名前が知れてるところに行ってほしいと。いや、なるほど。うわー、でもそれは無視していいんじゃないですかね。ただお金出してもらうならしょうがないと思いますけど、行きたい学部があるなら1年ぐらいバイトしてお金貯めるのがいいと思いますけど、自分で1年バイトするの結構おすすめですけどね。それでもやる気が途切れないんだったら、やっぱ親も説得しやすいと思うし、そこまで反対しないと思うんですけど、1年なんか必要な資金稼ぐので、ハートが折れるようだったら、多分冷める熱だったらやっぱ行かなくてよかったなって判断もできると思うので。スマホを見すぎてしまうんですけど、やめたいです。どうしたらいいでしょうか。解約しなさい。7月より公務員として働いている19歳です。安定を求めて公務員になりました。しかし昔から憧れていた弁護士として仕事をしたいという夢をどこか諦めきれず、仕事をしながら勉強しようと考えています。実現までにかなり時間を要することを覚悟で挑戦したいと思うんですが、無謀な挑戦だと思いますか。いや、別に思わないですね。そういう人はまあいるし、そんな無謀じゃないと思います。ただ時間はかかると思うんですけど、でも19歳だったらいいんじゃないですか。全然まだ取り返しつくと思うので、10年ぐらいは勉強してもいいんじゃないでしょうか。少なくとも弁護士になれなくても、その法律の知識はまあまあ役に立つでしょう。私には結婚を見据えて同棲している彼氏がいます。今彼は今公務員ですか。7年間受験してきた医学部を今年も受験すると言われました。
私には仕事を続けつつも子供を産みたいという夢があり不安です。はあ、なるほど。へえ、大事な人の夢を応援すべきですか、自分の夢を叶えるために別の方法を取るべきでしょうか。自分の夢を叶えた方がいいと思います。他人の夢のために自分の人生左右されるのは僕は嫌ですね。自分の夢を叶える方が多分幸せだと感じれるんじゃないでしょうか。なんかその方のね、その今の彼氏の子供が産みたいっていうのが夢だとしたら仕方ないとは思いますけど、多分そうなんねんじゃないかな。姉が金を返してくれません。服を買ったりしてるなら先に返済してほしいです。おっしゃる通りですね。本当もうその通りですね。自発的にアクションを起こしてほしいのですが、毎回我慢切れでこちらが催促しています。いい方法はありますか。民事裁判ですね。身内だとしてもやっぱり法に照らし合わせるのが一番大事です。お金はかかっちゃうんですね、その分。それ自体裁判するっていうのはむちゃくちゃ労力かかるんですけど、なかなかできることじゃないので、相当夢中になれると思うので、服買うぐらいなら金返せっつってその調停申し入れるっていうのはすごい、俺はなかなかないエピソードだと思うんですよ。すごく魅力的だと思います。俺だったらそれやってみたいですね。めちゃくちゃいいな、面白そう。裁判にはなりようがないですけどね、いくら貸したか分からないですけど、貸した金以上に費用はかかるんですけど、それ以上に楽しい経験はできると思いますね。就活が本格的に始まり、コミュ力経験値スキルが他社より劣っていることが気になって仕方ありません。インターンに行く先々で同い年の就活生と比較し傷ついてしまいます。人と比較しすぎず自分のレベルアップに集中するにはどうすればよいでしょうか。劣ってる能力を高めるのがいいんじゃないでしょうか。でもそれをね、どこが劣ってるかは人と比較しないと分かんないと思うので、劣ってるのはしょうがないじゃないですか。経験値が他者より劣ってるってことはもう経験してないんだから、それはもう自分のせいなんですから、劣っててもしょうがないです。で、優秀な人から結果出していくっていうのは世の中なので、そこはもうそういうもんだと思ってください。就活生ってことはまあ多分大学生だと思うんですけど、受験がそうだったわけじゃないですか。大概のことは他の人と同じレベルまでは高められると思います。頑張ってください。カズレーザーさんにとってプロフェッショナルとは、結局妥協できる人じゃないですか。もう皆さんそうおっしゃると思うんですけど、期限が決まってることで結果を出せる、でここは残念ながら達成できませんでしたっていうオミットする点をより上手に見つける人がプロフェッショナルなんじゃないですかね。よく言いますけど、やっぱアマチュアはね100点を目指す権利がありますけど、プロフェッショナルは納期までにどれだけ高い点数を作るかみたいなことですもんね。そういう意味で僕は全然プロ感覚はないです。私は虫が苦手です。ああ、わかる。ゴキブリ、ムカデなどなら容赦なく退治します。え、苦手なのにすげえ。あ、そうなんだ。ですが蝶やテントウムシなどは退治しません。そりゃそうだろう。何もしてこないでしょ、蝶々やテントウムシって。その、もし子供に蝶は退治しないのにゴキブリは退治していいのと聞かれたら何と答えたらいいでしょうか。同じ命であることは変わりないですが、ゴキブリやムカデなどは退治したいです。同じ命ではないでしょ、ゴキブリの命なんだから。あなたの中でだって明確に基準があるんだから、別に同じ命じゃないんじゃない。でもまあ本当に虫好きの人からしたら同じ命なんだと思いますけど、自分の中の物差しがあるんだったらそれは説明できたらいいんじゃないでしょうか。なんで蝶々やテントウムシ退治しないのっていうのをまず子供に説明できればいいんじゃない。それが可愛いからとかでも別にいいっちゃいいと思います。高校の教科選択で大学受験の平均点高い方を選ぶか、自分が好きな方を選ぶか迷ってます。アドバイスをください。大学受験の平均点高い方を選ぶのがいいと思います。自分の好きな方は自分で学ぶのも苦じゃないはずなんで、趣味でもできるので、でかつ大学の受験で受かりやすい武器が1個増えるんだったら、そっちは選択で取って、好きな方は自分で趣味として勉強したらいいんじゃないでしょうか。私はやりたいことや楽しいと思えること、ものなどがありません。何に対してもあまり興味が持てません。仕事行って帰って同じルーティンの生活をして、ただなんとなく同じ毎日が過ぎていきます。はあ、このままで生きていていいのか分からなくなります。え、最高の生活じゃない。ご飯食べても美味しいと思わないですかね。なんとなく美味しいもの食べて、なんとなく涼しい部屋で、なんとなくゴロゴロできたらそれでいい気がするので、なんか満点に近い生活をしている気がします。
かっこいい生き方とは何でしょうか。スマップの中井さんみたいな人ですね。あとは所ジョージさんとか、ふわっと肩肘張らずに生きてる人っていうのは結局一番かっこいいと思います。私はいわゆるシワシワネームで、ああ古臭い名前とかなんですかね。自分の名前が好きではありません。どうすれば自分の名前を好きになれるでしょうか。へえ、そんなに苦痛なんだったら解明したらいいと思いますよ。めんどくさいですけど不可能じゃないの で解明したっていう経験がすごい面白いのでキャッチです。結構解明したらいいと僕は思います。まあ、家族が何ていうか分かんないですけど、そんなに嫌なんだったら全然していいと思いますし、で合コンで自分の名前言うのが恥ずかしい、恥ずかしいような名前ってすごく食いつきがいいと思いますけどね。武器なんじゃないかなと思いますね。古臭いって思われる時点でイニシアチブ取れてるようなもんなんですよ。相手は必ずこう思うならこういう対処ができるみたいなのができるんで、一個強い武器だと僕は思いますけどね。天才が認められたら本当の天才ではないということですか。急になんか変な疑問から入ってきたな。一般人が天才を認めるってことは一般のセンスが天才に追いついてしまったってことだと思うのですが、そしたら一般の中の優れた人になってしまうんでしょうか。なんだろう、ウルフ賞とかノーベル賞とかすごく科学的に優れた業績を出す人って一般の人でも全然わかんないじゃないですか。何やってんだろうって追いつけないと思うんですけど、そういう天才も全然いると思います。ただ大谷翔平さんみたいにスポーツとかもうすごくわかりやすく何が優れてるかってのがわかるタイプの天才もいると思います。天才にもいろんな天才がいるってことじゃないですかね。結婚してない女性を正直なところどう思いますか。未婚の女性と思います。それだけですね。どうとかじゃないですね。 YouTuber にガチ恋してしまいました。相手からしたら完全に一人のファンでしかないと思うんですが、この恋叶える未来ってありますか。ないと思いますよ。でもその YouTuber がファンに手を出すタイプの子だったら簡単に関係を持つことはできると思いますけど、基本的に YouTuber ってみんな頭いいのでファンはファンとして対応するはずです。ファンを独立した一人の人間、自分と同レベルの人として対応してたら身が持たないので、基本的にファンはファンとして対応してます。でそれが大人の対応なので、はい、あなたが YouTuber から見てメリットのある行動を取らない限り、例えばもううなるほど金持ってて毎回スパチャしてくれる、年間数千万スパチャしてくれるとか、もしくはなんか同じような職業をやってるとか、会社経営してなんかこの人を CM に使う広告案件を渡せるとかじゃない限り、ファンはファンなので、ガチ恋する上とか多分人気な YouTuber なんですよね。100万人とかいる、何百万人っている数字の中の一つでしかないので、あ絶対に叶わないです。憧れの対象とこういう恋愛関係になるのって基本的に無理なので、はい、それは諦めるとかじゃなくて、はい、無理だと思ってください。漫画の中のキャラクターと恋してもやっぱ結ばれるのは難しいですよね。それに近いものだと思います。人生の岐路にあります。人生の中で大きな選択はいくつかあると思いますが、回数を追うごとに後戻りできないような気がしてしまいます。そのような大きな選択とはどのように向き合うべきでしょうか。後戻りできないんだ。まあ時間がね限られてる、人間は死から今のところ逃れられないようなので、リカバリーする時間っていうのが短くなっているのかなと思いますけど、その分生きてきた知恵みたいのがあるのでリカバリー能力は上がってると思うてのでどうでしょう。そう考えたら多分後戻りもできるんじゃないかなと思いますね。たかが4時間のパートで金にもならん内職して、俺と別れたら一人で生きていけるんかという旦那に言い返せる素敵な言葉をお願いします。ちなみに平日4時間パートして勤先の仕事を持って帰って内職してます。勤務先の仕事を持って帰って内職してます。夫婦2人暮らし、娘は社会人、息子は大学1年生。なるほど。マジで今から、Python とかそういったプログラムを覚えて、もう仮想通貨のボットとか組めるようになったら、多分この旦那の年収より稼げるので、そっちの方がおすすめです。4時間のパートだとずっと続けてる限りは多分旦那のことを言い明かすのは無理だと思います。だって金の話してんだから。こういう人のマウントを取り返すには金しかないんじゃないですかね。純粋にお友達になりたいです。いやこんなところでこんなことしか接点がない人と友達にはなれないです。すいません。
先日彼氏に振られました。理由は私が痩せるって言ってたのに全然その様子が見られなかったからだそうです。自分的には痩せてはいないけど普通体型だと思ってます。やはり体型は大事ですか。こういう理由で振られることは普通にあるのでしょうか。普通にあると思います。その彼氏が何を求めてるか、彼女に何を求めるかっていうのはその彼氏次第なので、でその彼氏は世間一般でいうなんか痩せた体型っていうのを求めてたってわけじゃないですかね。でそんな彼氏に別に合わせる必要はないと思います。この人の体型見てないんで分かんないですけど、探しゃその人の体型好きな人っていうのはいます。ただ需要がより多い体型っていうのもあるのは事実です。この彼氏に振られたなら別に他の彼氏を探してもいいと思います。でもその彼氏がどうしても忘れられないんだったらその彼氏に合わせた体型になるっていうのも一個の選択肢であります。めんどくさいですけど、ただそこまでの彼氏なのかなとも思いますね。本当にうなるほど金持っててうなるほどの利権を持ってる彼氏だったら体型ぐらい僕も変えるなと思うんですけど、そうじゃなかったら別にいいなって思います。探しゃ多分います。今まで人を見下したことはありますか？めっちゃあります。みんなあるでしょそりゃ。いやめっちゃあるでしょそりゃ。え、ない人いるのかな。え、います。路上で寝てる人とかベロベロになって寝てる人とか、やっぱね、俺も自分がそういうことしてたから分かりますけど、あれをやる必然性とかって何もないし、あれで誰かが幸せになることもないですよね。自分だけが幸せなだけで、自分がそうやって迷惑かけてたのを覚えてるから、今でもそれをやってる人やっぱ見下しちゃいますもんね。自分に自信を持つ方法を知りたいです。めっちゃいるねこういう人。やっぱそうなんだ。結果を出すことだけだと思います。結果が出てないんだったら自信は持たない方がいいです。それは過信なので。タイムスリップするとしたらちょい過去大昔。ああ、なるほど。過去大過去未来大未来みたいなことかな。環境が変わってんの怖いから過去にしか行きづらいですよね。未来ちょっと怖いですよ。未来はまあ帰ってこれるかどうかですね。結局タイムスリップって今がこんな楽しいのになんか知らない時期って リスク負いたくないっていうのがありますよね、うん、そういう意味じゃまあ過去はねある程度その今の知識を生かしやすいからいけるけど、未来はそこは嫌ですよね。で寝りゃいけるし、未来はあんま未来行く理由はないですね。塾講師のバイトをしようと思うのですが、分かりやすい授業にするためのコツって何だと思いますか？授業してみたみたいな動画の方いらっしゃるじゃないですか。あの人の喋り方とか内容完コピするのがいいんじゃないですかね。分かりやすい授業って別にあんま実はなくて、見たことあるとかの方が重要な気がします。もう一回人生をやり直せるとしてもカズレーザーを選びますか？全く同じ人生だったら選びます。ただ単純に僕として生まれて全く違う人生なんだとしたら、別に僕として生まれてくる理由がないなと思います。全く同じ人生でもそんなに不満はないです。コロナ禍で人に会うことが少なくなって気づいたのですが、人に会わなくても全然寂しくないということに。これってどう思いますか？人に会わなくても寂しくない人間だっていうことが知れたんじゃないでしょうか。それだけだと思います。でそんな人もいっぱいいるので。母の日や父の日に贈り物をされてますか？いや、したことないですね。息子にスルーされると悲しくなるのは親のエゴでしょうか？いや、まあ悲しくなるでしょうね。多分うちの両親も悲しいんだと思いますけど、こう恥ずかしながら家族の誕生日とかも覚えてないんですよ。あ、兄貴が4月29、その緑の日、今は昭和の日かだったんで覚えてるだけで、俺もう俺は7月4日なんですけど、それも、独立記念日だから覚えてるわけで、別に結構忘れるんですよね誕生日とか。誕生日とは違うけど、母の日父の日ってのはやっぱ本当に俺考えたこともないな。スルーされると悲しくなるんだ。でも息子さんはご両親のこと好きだと思いますけどね。僕も好きですよ両親のことが。でもそれを決められた日になんかやろうっていう気にはさらさらなんないですよね。申し訳ないですよねそれは。大事な時のじゃんけんに勝てないです。だからじゃんけんってのが廃れないんですよね。役者になりたいという夢があるのですが、親は安定しない仕事はお金がかかるなどとあまりいいように思っておらず、親の勧めで4月から看護師として働いています。もともと看護師になりたかったわけではないので、仕事はとても苦痛で、患者さんや指導してくださる先輩方にも申し訳ない気持ちでいっぱいです。このご時世、地方住みで看護師として働いている以上、オーディションを受けに
受けに行くことも難しいです。私は仕事を辞めて今すぐにでも役者を目指したいと思っているんですが、どうすれば親を説得できますか？アドバイスいただけると幸いです。え、辞めたらいいんじゃないですか？辛いでしょ。しかもその人の命に携わる仕事をやる気なくやるっていうのはね、もしかしたらとんでもない迷惑をかける可能性もあるので、はい、すぐ辞めて役者になりに行けばいいんじゃないでしょうか。親を説得できますか？別に親に何も言わずに出てきたらいいと思いますよ。親とも相入れてないわけじゃないですか。親にどんなことを言っても親に納得してもらえず、やりたくない仕事を選ばせるぐらいだから、多分もうどんだけ言っても理解してもらえないことがあるので、はい、縁切るぐらいの感じでオーディション受けに行ったらいいんじゃないですかね。若いうちにこれはやっておくべきというと思うことがあれば教えてください。うわ、全然わかんねえな。若いうちにこれやっておくべき、男性か女性かわからないんですけども、お腹いっぱい揚げ物とか食べといた方がいいと思いますね。これを書き込んでる方が何歳かわかんないですけど、まあ10代20代の方が多いと思うんですが、10年後本当に揚げ物って食べられなくなるので、体がマジで受け付けなくなるんですよ本当に。俺もある程度収入に余裕が出るようになったら腹いっぱいとんかつ食おうと思ってたんですけど、収入に余裕が出てきた頃にはとんかつを全然美味しいと思わなくなっちゃったんですよ。こんな不幸はないので、若いうちにやっとくべきってことは若いうちしかできないことなんですよ。それは意外と勉強じゃなかったりするので、勉強は何歳でもできるしね、多分90ぐらいまでみんな生きるので、そんなに焦んなくてもいいと思いますね。小さい頃から親にも友達にも先生にも相談できず、ずっと溜め込んでしまうんですが、どうしたら誰かに相談できると思いますか？そんな溜め込んだことをここに持ってこないでよ適当に答えるんだからこっちは第三者的な感じでね、相談するのがいいと思いますけどね。よくまあ対応されるテクニックじゃないですか、自分の悩みなのに。なんか聞いた話なんだけどみたいな感じで第三者として適当に軽く投げてみるっていうのがいいんじゃないですかね。今の生活楽しんでるはずなのに不眠と過食が止まらないのはなぜだと思いますか？今の生活を楽しんでるっていうのが正しいとしたら、枕が合ってないのと栄養が足りてないんじゃないでしょうか。でも過食っていうところは太ってんのか。まあでも自分でもお気づきの通り、今の生活が本当は楽しくないってことなんでしょうね。やっぱ承認欲求とかそういうのが多いですね。周りのことを気にしないようにとか。いや、気にしないことはできると思うんですけど、あんまりいい表現じゃないですけど、村社会みたいなところに住んでたら周りの人数が圧倒的に少ないと影響を受けることとか影響がすごい大きいんですよね。他者との分断をするのが難しくなるんですけど、ある程度都会人が多いところに住んでるんであれば、逆に孤独に生きるのってそんなしんどくないので、 SNS とか片っ端からやめるのが俺はいいと思いますけどね。誰からも注目されてなければ承認欲求もクソもないんで意外と楽なんですけどね。いいねは欲しいのかな。で、承認欲求に振り回されがちですって言ってる人には、でもこれいいねついてるからよかったじゃないですか。おめでとうございますいいねを気にしない方法ありますか？でもそれに気にしない方法がありますかっていう質問にいいねがつくんだから、これなんかすごい新しい永久期間が発明されましたねいいんじゃないですか。なんかね、気にしない方法を提示する人はもちろんいいねはすごいつくんですけど、気にしない方法って何のかなって悩んでる人にもいいねがつくんだから、共感されてんだからいいんじゃないですかね。今後もいろんな共感を生みそうな悩みを周りに提示してほしいですね。悩んでるってことだけでいいねがもらえるなんて、なんかすごい効率的な話だと思いますね。怒れるようになりたいです。言い争いの際、ある程度自分の考えを冷静に伝えることはできますが、結局僕が自分が悪かったと思うことで結論付けてしまい、自分もしんどく相手も困らせてしまいます。ちゃんとぶつかり合いたいと逆に怒らせてしまったこともあります。恋人や家族など大切な人相手だとなおさら自分を責めてばかりです。どうしたらいいでしょうか？怒んなくてもいいんじゃないのかなと思いますけど、怒らない人っていうのはやっぱり重宝されるので、別に怒んなくてもいいんじゃないかな。怒ってる人ってね、そのコミュニティの中ではいいけど、やっぱ怒ってる時って声がでかいんで、それ以外のね、外にもどうしても伝わってしまうんですよね。それはもう実際に喋ってるのじゃなくて、例えば SNS 上だったりしても、感情的なものって基本的にその感情を共有できてる、その場にいる人以外からしたらどんな感情であれどんな正義があれ不愉快なんですよね。その表現自体が若干の不愉快なんで、怒らない人の方が基本的には僕はいいと思います。毎回自分が悪かったみたいな結論になりがちなんだとしたら、議論とかするときにちゃんと文章を返してやり取りするのがいいんじゃないかなと思います。
面と向かってやり取りしない方がいいです。でちゃんと結論も出ますし、ただ恋人や家族など大切な人同士のそういうやり取りって結論が出なくてもいいことだったりするので、そういう時は怒らない方がいいんじゃないかな。さてポルトガル語を勉強中です。新しい言語を習得するいい方があれば教えてください。こっちが知りてえわ。すごいな、ポルトガル語を喋れんのかっこいい。きっかけ気になりますね。すごいな、ポルトガル語気になるな。どういう言葉があるんだろう。因縁の相手がいます。その人にはしたたかな部分があり、自分を過信していて一人称が姫です。人間として比べてはいませんが、悔しいほどに大嫌いです。今はこういう人もいると思ってますが、考えなくするにはどうするべきですか。いや面白い人なので、その人のことは逐一報告してください。あの本当に面白いです、この人。その人のことは全部メモって、あのなんかちょっとでも絵描ける、漫画家志望のねツイッター上にいる絵描きの人とかに絵つけてもらって、ちょっと漫画とかにしてみたらどうですかね。すごく面白いです、その人。その人がどうなるか結構もう今僕は興味あります。結構な人が興味を持ってくれると思います。その一人称姫の人物が成功するのか、あのむちゃくちゃ人に嫌われての垂れ死んでいくのか、どっちに転んでも面白いので、その人の情報監視だけは続けてください。多分何らかの財産になる気がします。はい、嫌いだろうなその人のこと。俺も読んでるだけでめっちゃ嫌いだなって思うんで、みんなが嫌いになる人ってのはもう、はい、価値がある人物なので、みんなで監視しましょう。お金の絵の執着を減らすにはどうしたらいいでしょうか。これはなかなか難しいんですけど、お金のない生活を続けるとお金ってやっぱ執着しなくなりましたね。でも周りに行くとお金がなかったからこそお金に執着しちゃうらしいんですけど、僕はもうそれでなくなりましたね。お金なくても幸せだったっていうのはやっぱどうしても大きいのかもしれません。漠然と、あーなんか嫌だなと思う時があるのですが、なんでか分かりません。分かんないのか。そうですか。分かりません。分かりません。30歳女性、彼氏なしです。どうしたら結婚できるでしょうか。彼氏を作るのが、まあ、いいと思いますけども、結婚したいだけだったらいくらでも、結婚相談所行ったら男性もいっぱいいるのでいくらでも結婚はできると思います。無人島に持っていける本を1冊だけ選ぶとしたら何を選びますか。絶対本なんか持っていかないですよね。1個しか持っていけないのに。学生にアドバイスしてください。学生にアドバイス。遅刻しないように今日はもう寝てください。既婚者合コンについてどう思いますか。夢のある言葉だと思います。最高ですね。既婚者っていうただのね、何の別になんか魅力的でも何でもない肩書きなのに、なんで合コンの前につけるだけで、なんかなんで勝手にこっちが甘美な想像しちゃうんでしょうね。いいな、既婚者シリーズ他にも聞きたいですね。そんなところですかね。ああ、既婚者合コンいい言葉だな。うわーこれすごいな。受験関連の仕事をしています。小中高どの学年の生徒にも勉強をしなくてはならないことへの理解ができないままモチベーションを低く通っている子どもたちが大勢います。受かるためなどという目下の目標を掲げたところで、目下の目標を掲げたところで刺さるわけもなく、何かいい刺激の仕方などはありますでしょうか。うわーすげえ卑怯な方法なんですけど、勉強せずに失敗した人と勉強して成功した人をずっと教えるのがやっぱいいですよね。勉強しねえとダメなんだっていう洗脳に近いやり方なんですけど、でも世間は勉強しなくても成功した人の話はして OK だけど、勉強せずに失敗した人の話ってなんかタブー視されてますよね。どっちが多いかって言ったら、まあ、努力なので、努力せずに成功するのと努力しないで成功するのと、努力した方が成功確率は上がるっていうのは理解しやすいはずなんで、その話した方がいいんじゃないかな。どうしてもね、やっぱこれはまあメディアとかの我々のやってることの責任でもあるんですけど、バカでも有名になってお金稼げるみたいなことをなんかね情報として伝えがちなんですけど、やっぱそんなことないと思うので、勉強した方がいいですよね。勉強しないとダメだっていうのは伝えた方がね。どうなんだろう、でも受験関係のお仕事されてるんですもんね。多分塾にとかそういう学習塾関係のところに通われてる子に対してモチベーション上げたいってことだと思うので、
勉強しないとマジやべえぞっていうのをちょっと怖がらせてもいいんじゃないかな。勉強ぐらいの努力もできないとやっぱ何事も失敗しそうですもんね。これはでも大変なお仕事されてると思いますけど、ぜひ少しでもなんかのね、こんなざれ事が何かのプラスになったらありがたいですね。いや本当頑張っていただきたいと思います。はい、一人でも多く合格者を出してあげてください。尊敬している上司の方と話すとき緊張してしまいうまく話せません、どうしたらよいですか。すげえいいことじゃないですか。相手は不快に感じてないでしょう。あとは言うのがいいですよね。すいません尊敬してるんで緊張します。尊敬してるってはっきり伝えるのってまあまあイニシアチブ取れるんでおすすめですね。今年高校受験を控えています。今塾に通おうかとても迷っています。ああ推薦で行きたいと思っています。他の部活よりも引退が遅く8月くるまでバタバタしています。引退できないんだ。いや引退はすぐした方がいいと思うんですけど、その部活っていうのは受験したいなら。ただまあ部活続けてることが推薦のね、その内申書に有利になるんだったらやった方がいいと思いますけど、できれば推薦で行きたいと思っていますって言ってますけど、それはもう内申書の段階で今の成績の段階で決まっちゃうんで難しいんじゃないかな。塾は通った方がいいと思いますよ。その家庭の事情とかいろいろあると思いますけど、基本的には通った方がいいと思います。まあでもダメな塾もあるんでね、そこはちょっとちゃんと選んでください。あ、28歳フリーランスのイラストレーターです。今自分はすごい恵まれた環境にいます。めちゃくちゃ自慢しますね。珍しいですね。なんかすごいな。お金も時間もある。今は生活の不安もない。そして何よりイラストの仕事が好きです。でも今ある生活はこのままといつか必ずなくなってしまうと思って焦っています。そして焦っているのになぜか頑張れません。1週間のうちにやる気出してちゃんと働くのは 2,3 日だけ。仕事以外はもっと無気力です。仕事勉強体のトレーニングなどしたいのに気力が出ない。気持ちがあるのにない。これはなぜなんでしょうか。気力の出し方維持の仕方があれば教えていただきたいです。お願いします。1週間のうち 2,3 日やる気出して働いてるならもう同じじゃないですか。そんなだってもう海外とか見たら全然働かない国なんか山ほどあるわけですから、人間そんなもんなんじゃないですか。しかも誰から言われるわけでもないフリーランスという立場で逆に週 2,3 働けんだったらまあいいでしょう。あといつか必ずなくなってしまう、今ある生活はこのままだといつか必ずなくなってしまうと思って焦っていますって言うんですけど、焦る必要ないと思いますね。絶対なくなりますから。焦ろうが焦りまいが今のある幸せなんじゃ絶対なくなるんですよ。僕はそう思って暮らしてます。なんとなく今ある程度の収入とかいただいてますけど、こんなんただ夢見てるだけなんで、いつか夢は絶対覚めるので、どうせ困窮するのはもう分かってるんですよ。でももういいじゃないですか、一回楽しかったんだから困窮したって、今焦ってね、頑張ったからじゃあその将来が変わるのかって言ったら分かんないですもんね。まあでも今こんな恵まれた環境にいるんだから、もういっぱい天狗になった方がいいと思いますよ。天狗になれずに死んでいく人の方が多いんだから、一回ぐらい天狗になっておきましょうよ。別に思い出はね色褪せないんで、辛くなっても あの時良かったなって思えた方がいいと思いますね。まああの時ね、どっちかあの時ああしたきゃ良かったなって思うこともあると思うんですけど、それはどんな環境でもどうせ思うので、そんなにその悲観しないでください。不幸になると思って生活した方が楽だと思います。分かってる不幸はそんなにね不幸じゃないんで、周りからねその強制的に不幸にさせられてるそういった環境の人はまた違いますけど、自分の選択でなってしまった不幸って別にそんな多分耐えられますよ。また生放送してほしいです、お願いします。まあ生放送しないんじゃないかな。まあ別にしてもいいんですけど、あんまりなんかできないのでやんないんじゃないかなと思います。0歳の娘がいます。この子が大人になる頃には日本は住みにくくなっていると思います。高齢化、高い税金、酷暑、災害、そう思うと語学教育や留学などを充実させ将来外国に住めるようにしてあげるべきでしょうか。まあ日本は住みにくくなって、今よりは住みにくくなることは間違いないと思います。でも大概の国がそうだとは思いますけど、今住みにくいけど将来的に発展する国に行って、そのギャンブルに勝って夢のような生活を謳歌するか、今住みやすい国もちょっとのタイミングで住みにくくなる可能性もあります。経済的に発展してるからといって、発展状況にあるからといってその国に移住して移住者が住みやすい状況になれるとは限らないと思います。またなんだろうな、まあ、金持ちだったら、ね、いろんなところすぐ移住できるんで、そんなに金があるんだったら多分こういう悩みはね抱かないので、どこに行っても住みにくい場所は住みにくいですし、住みやすい場所は住みやすいです。特に日本はまだまだ住みやすい場所はどんどん住みやすくなる、余裕はあります。住みにくくなる場所はもうその倍ぐらいのペースで住みにくくなっていくんですけど、
移住しないだったら国内でも住みやすい場所に留まり続けられるような能力、技術、ノウハウ、そういったものを身につけてもいいんじゃないでしょうか。まあでも僕は将来海外行きたいですね、やっぱ。アホほどのんびり暮らしたいってのがあります。深読みして悪いことばかり考えてしまう自分が嫌でたまりません。深読みはしない方がいいと思いますね。表面だけを拾うようにしてください。その方が人生は絶対楽です。仕事で少し注意されただけなのに一日中考え込んでしまう、仕事に集中できなくなることがあります。どんな考えをすれば気にしなくなりますか。仕事に集中してください。他のことを考えて気晴らしされても職場は困るので仕事に集中しましょう。はい、注意はされるものです。